では今日のテーマはですね、抜き技をこうやっていきたいんですね。で、まあ、抜き技なんですけども、その抜き技をですね、当然、旧剣士や見習い剣士は指を切って抜くことや手首をこう殺して抜くことを今一生懸命学んでると思うんですね。で、私がよく言う手を竜のように動かせって、これは私先生から昔言われてますから、それを動かすことによって、手首を中心に支点にして力点を動かして手首を殺したりとかっていうような形を取っていきます。この抜き技は手首を殺すこと、親指の、まあ、第一の先っちょですね、できるだけ先っちょを切ること、こういうようなことで、抜くことになっています。で、今日はですね、その、抜き技についてですね、こういうふうに練習するのもありじゃないですかっていうことの提案をしたいと思います。特に旧の方も見習いの方も見てると思うんですが、これはですね、有段者向けには言いますが、でもしっかりと抜く練習ができたら、これから私がこういう練習どうですかっていうことの提案をしますので、それにも挑むようにしてください。有段者は特に、そういう練習はやっていただきたいなと思いますので、これから皆さんにそれを紹介したいと思います。で、それでですね、もうこれからですね、つかみ方のことを言いますね。で、ここから川島先生に入ってきてもらって、つかみ方の統一性、ここで説明したいと思いますね。はい、それでは、はい、川島先生、はい、お願いします。はい、少林寺拳法では、こう、前の手を順手、ね、後ろの手を逆手と言いますが、ここでいいですが、頭をちょっとこう切り替えていただいて、相手がですね、こういうふうに前にこういうふうになってて、まあ、小手抜きのように取る。寄り抜きのように取る、ね、これは、まあ、こうなる一直線の直の状態ですね。一直線直の状態、この取り方、こっちもそうですね、この取り方、ね、両手でももろ手でもですね、こういう取り方のことを順手で掴む、順手で握るっていう言い方をするんですね、少林寺拳法では、ね、ですから例えば、下段構えにちょっとなって、私が、ね、押し抜きをね、言葉以外しですね、押し首をこういうふうにピッと取ったとしますね。これほら、まあ、鍵手になった時には鍵手になって、ほんでこれほら、もう順手なんか、これも順のつかみ方っていう形になるんですね、下から握っても。で、これ覚えておいてください。今日ちょっとそういうふうな話をやっていきますから。で、もう一つ、逆手のつかみ方っていったら、相手、そう、今ここに川島先生やりましたけど、逆手いうのは、こういう T の字になることですね。逆手のつかみ方って言うんです。こういうようなつかみ方。両手、これ T の字ですね。もろ手、同じですね。逆手で掴みなさいってこう言われますね。ですが、共犯でもですね、これは順手で掴みますっていう言い方もどこか書いてあるところもありますから、いいですね。これは逆手ですね。で、そして、今さっきの下段に構えて、ね、まあ、下から掴んだとき、今度は上から私がパッと掴んだときには、こういう状態なんでしょ。ね、まあ、切りごとや切り返しのき、これも、まあ、言うなれば逆手の掴みと。覚えておいてください。逆手のつかみですね。逆手の握りということで。で、今日はですね、まあ、これしかないですから、このつかみ方を基準にして説明をしていきたいと、そういうふうに思います。それでは続けますね。皆さん順手でこういうふうにこうつかむ。ね、順手でつかんだら当然、習っている方は両手の寄り抜き、もしくは状況に応じた巻き抜き。状況に応じては肘抜き前天秤、状況に応じては二段抜きということになると思うんですね。これは相手の攻撃においてですね。ですからちょっとですね、やってみますね。こう、じゃあお願いします。両手より抜きでやっていきます。はい、私、こういうふうに体構えになってます。払います。こう。で、こう。で、はい、一歩一歩、こう、まで、ね、そう。で、相手も受けれたら受けるようにして、こういうふうに練習していきますね。ですか。今度は掴まれて両手の巻き抜きをやってパッとこう来てこう掴まれてこうねこう裏剣でも目打ちを抜いていくまで、あ、ごめんね、こういう状態になります。で、二段抜きだと同じですね。相手がこう掴まれてやるとこうこうで、これも同じです。こうね、こういうふうにですね、皆さん練習してると思うんですね。で、それでは両手の寄り抜き巻き抜きって言ったら、まあ、今のが基本形ですからやらなきゃいけないですね。でも今みたいにですね、さっき私説明したように
順手で両方掴んだときあなたどうしますか、状況にもよりますよ、もちろんこれありますよ、でも よりますかっていうことです。これ捕まえた瞬間、あるいは何かされるか分かんない、こう捕まえたらどうしますかって言ったら、皆さん今みたいに、あ、寄り抜きしますよ、巻き抜きしますよ、これ当然ですよ。で、例えば、はい、捕まえた時にこう、あ、寄り抜き、まあこうやってやるんじゃないですか。例えば銃砲乱取り的にやってもそういうふうにやるじゃないですか。あるいはこうやってやってちょっとこう速くなるぐらいになるじゃないですか。で、ここで私が皆さんに提案したいのは、じゃあここから本題に行きますね。掴まれて、相手掴んできます。こう、ね、掴んできますね。こう、こう入ってきます。で、あるいはこう掴まれて、こう入ってきます。掴まれた時にこう入ってきます。まあ位置にもよる、危ないからこう続きなんかあるから位置にもよるんですよ。こう、ね、ほんでこう、あ、ごめんなさいね。今のは何かって言ったら私は同時に抜いてるんですね。これ同時に抜くというのはですね、抜き方の原理というか、手首を殺したり指を親指を切ったりすることが瞬時にできなきゃいけないんです。そのために一つ一つの基本をしっかりできなきゃいけないんです。ですから例えば今私こう握られた時に、ね、普通であれば抑えられたとしたら突き抜きやるんですね。で、私はこの瞬間回転にはなりましょう。一瞬こっちは例えば寄り抜き、寄り抜きが近づいて、私はまあ、ちょっとごめんなさい、ここを支点にしてこう抜いていきますから、まあこちらの説明は大丈夫ですね。こうこの瞬間落差を取るんですよ、パッと。そして突き抜きするんですよ。それを同時にこう、位置も同じです。こう、こう位置をちょっと変えたら続きはされませんから、こっちは突き抜き、ほんでしっかり回転に一瞬になる方がいいです。そのままでもいいんですよ。打ち抜きね、掴まれてパッとこう打ち抜き回りますから、一番早いのは打ち抜きでしょ。でもこう掴まれた時に、あー、ごめんなさい、もう掴まれた時に守って、今こっち巻き抜き状態です。ほんならこう巻き抜きしながら突き抜きする、ね、でその時に私がよく言うように、竜の基本はこっち、こっちだけ行きますよ。今度竜の手ですね。こうほんでこっちちょっと順の寄り抜きしますね。こうこういう感じですね。で、今時差を作りますね。1、時差。あ、時差じゃなくて秒差。秒差と言った方がいいんですよね。何秒かの秒差ですね。分差じゃなくて秒差ですね。ね、その代わり早いですね。こう、ほら。こっち、一応こっち抜いてからこう抜いておく。ね、それが同時になる。こうなんですよ。だから、その時に説明を戻りますね。竜の手を使いなさい。竜の手を使いなさい。体もですね、カチンコチンだったらダメなんです、これ。だから、こう、柔らかくいくんです、こう。膝も、体も、竜のように使うんですね。そうすると相手の力をいなすことができるんです、こう。で、二段抜きだってできるんですよ、こう。ね、今みたいについてくれることだってあるんです。だから、しっかり関係になって、ピッと押さえて、こう。こう。それが同時に、こう。で、こっち来て。ね、二段抜きをこうやりつつこっち抜く。だからこう鍵になって、ああ、これしっかりこう取って、こう、あるいは突き抜き、こう、ね、今近いから続きが相手だってあることを覚えてください。これこうこうしないといけないです。で、私こう鍵になる、突き抜きと寄り抜きの合間みたいな鍵ですね、間を。そういう時にこう殺す、こうです。この時しっかりこうしなきゃいけないですよ、こうね。だから体の使い方、柔らかく使う、いなして使う、ね、私はこれが例えば寄り抜き、あ、こっち突き抜き、こっち巻き抜きしたら支点になるんですよ、これ。こういう状態で位置を変えながらでこう、ね、そうして、ね、体も竜のように動いて、まあ竜ってこんななってことないですけど、柔らかく、竜のように柔らかくなって合体になっていくということですね。突き蹴り、反撃になっていくと、こういうことを入れてもらいたいです。当然皆さん、ちょっとこっち今は寄り抜きをパッとかけてあったでしょ。これ当然ほらこうなってみると同じです。こう巻き抜きやってここでいくんですよ。こうちょっとしない、あの秒差、これでいいですね。後ろから抜いて前抜く、ただ時間はこうやって
やるんじゃなくて、こう少しですね、1秒ぐらい入ってくれば、わーっとこう、ね、今度は同時にやっていくと、こういうことですね。で皆さん、ここで、いいよ、こっち来て、私が皆さん今修練でやってるかどうか分かんないんですけど、私は私たちが習ってた時に上白の木、ちょっと場面変えますね。上白をこう掴まれた、当然こうね、やりますね。でそれをこう押さえたものをこうやって抜けて、同時に抜けて言われてるんですよ。こうガッチリ掴まれても大丈夫ですよ。クッと押さえてこう同時に抜けた、こういう感じで、でその際後の処理はちゃんと押しなきゃいけないです。このままだったらいけないですから、同時に抜けって言われる時があったんですね。これも稽古です。だったら抜き技は同時にやるいうのも一つなんです。そうすると体の使い方、正中心 を中心にして、いかに体を柔らかくこう使うか、上半身を柔らかく使うとなれば下半身を柔らかくこう使わなきゃいけない。こうそれで相手の力をいなしていく、いいですか。そういうようなことを一つの課題として、で私がここで、皆さんにお伝えしたいのは、特に有段者あるいは3段以上の方、例えばですね、休憩士がやる両手より抜き、で今科目を指名しますね。両手より抜き、有段者がやる両手より抜き、これ形は全く同じですよね。当然速さが違ったり手首のこうし方がうまかったりっていう話はありますよね。でもまあ、両手を握られてるのは両手より抜きったら同じ動きになるのは科目です。ですが今さっき言ったように両手で、ね、両手首を順手で握りなさいって使われた時にどうしますかって言ったら、ね、いろんな抜き方できるでしょ、今みたいに。でここでもう一つ皆さんにお伝えしたいことはこう言われるんです。突き抜きって押してきた、下に押さえてきたからだろっていうわけですね。巻き抜きってこうやってきたんでしょっていうわけですね。押し抜きって言ったらこうでしょって、二段抜きってこうでしょって言ってくるわけですね。皆さん、それは当然なんです。それが最悪の事態、押さえられた時それは抜けますよ、こうやったら二段抜きできますよ、こうやったら巻き抜きできますよっていうのも一つなんです。それを習ったらですね、主体的に自分自身が主体的にですね、それを使っていく、幅を広げていくっていうことで、相手の状況や掴みの状況に合わせて幅を広げていく。寄り抜きのようにこう掴まれてもパッとこうね、こうもちろん こっちもそうね、今こうなった時抜きますね、突き抜き、こう同じですね、こう二段抜きです。で大事なのは慣れてきたらいいんですけど、回転にはやっぱり瞬時になるということです。そうしなければ今みたいな変化していく、応用していくような抜き技が できてきませんので、回転になってしっかり守るということです。であとは位置関係ね、回転になった時に正面よりも内側に相手の外側、20回におるということは大事なことでしょう。ね、頭突きがあったり、膝蹴りがあったりする。でも、私は捕まえても、こう、もう早く処理するということですから。でこういうふうにやってみてください。当然、捕まれた時に、両手巻き抜き、こう、ね、前手は巻き抜き、ね。で、この時に例えば、突っかかる。あ、突っかかった時がポイントなんですね。あ、じゃあ俺って、ここがうまくできてないよねって、順の、そしたら、目打ち中段、この向きを練習するんです。いいですか。そういうふうに、引っかかり、同時にやると難しいですか。体の作りもうまくやらなきゃいけないですから、非常に難しくなるんですね。それで引っかかったら、片手になして、やっていくということです。こういうこと大事なことですから。はい。皆さん、さっき言ったポイント、しっかり頭に押さえて、順手で握られた場合のやり方、ね、順手で両手で握られた場合あなたどうしますかって言われたら皆さんやってみてください、ね、こういう練習は私は必要だと思います。本来繰り返しますが、この状況だからこの抜きっていうのは絶対それは必要な練習なんですが、自分が主体的にそれを使う幅を広げていくというのも大事なことだと私は思っていますので、はい、皆さんに提案 しておきます。はい、それでは次はですね、逆手でやっていきますので、一度区切ります。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お願いします。これから、講義を行います。で、ここでですね、講義について少しちょっと確認します。私が、これまでも講義、去年からでも権利大会の時も講義の方やってきましたけども、私の講義の内容が全て正しいというわけでもありませんし、またこの講義の内容をですね、試験の時に例えば書いたら合格するとかいうことでもありません。で、ただそれが何ていうか悪いのか正しいのかって言ったらですね、私自身はこれはある視点から見たら、こういうことは考えられるんじゃないかということです。ですからこれからですね、これからもですね、講義の中はですね、私自身がやっぱり修行を積んできて、現在もいろんな人と出会いながら練習もし指導もしています。その中で自分自身が感じたこととか、それと少林寺拳法の思想とそれがどうつながってきているのかというようなところをですね、やはり自分自身も模索しながら、である程度それが考えが大体まとまってきたらですね、まあこういう場で皆さんにお話したいなというのが私の考え方でもありますので、ですから私が話しているそのものが例えば特本に出てるとかですね、共犯で返すが書かれてるとかっていう話じゃなくて、その書かれたことを返すな返すの言葉をキーワードにして、私の修行そのものをですね問うた場合の、そういう中で講義の方を行っていると、そういうふうにご理解していただきたいなと、そのように思いますので、よろしくお願いします。それではですね、これから の講義なんですが、テーマというか今回は道場ということで、道場とは道の場、それとこの修練、自己確立、自他享楽、自己確立、力や不任、自他享楽、行、こういうところのですね、流れでちょっとお話をしたいなと思います。で、我々が今、稽古しているのは道場ですね。で、道場の在り方、これが少林寺拳法で皆さんが修行している場なんで、この在り方のことをですね、開祖の思想を通じてちょっと確認したいなと、そういうふうに思っております。ここに書いてあるものを確認しますね。道場、道の場と書きます。私がここで道とは、皆さんネットとかで調べていただければ、仁徳だとか道徳だとかというようなことになろうと思うんですが、私はここの道っていうのはやはり自分作り、自己作り、自分自身を作り上げていく、自己を作り上げていく、そして人との関係ですから、人作りということにもなってくると思うんですね。で、その場であると。で、それはですね、どういう場かというと、もう皆さん考えられている通りなんです。修練するところですから、修練とは、技術修練、そして心の修練、もちろんですね。で、修練、自己確立、そして力や不任、それが私は自他享楽につながって行ということになっていくと、私自身のこの流れの考え方なんですね。で、それを私がなぜそのように言うかというとですね、私はですね、自己確立っていった場合にどうしても通らなきゃいけないのは、自分を見つめることが大事になってきて、でここに書いてあるんですけどもね、自己を見つめて、己を見つめて、はっと気づいて、自分を変えていかなきゃいけないなっていうことにたどり着いて、そして己との、葛藤があって、そして己に勝っていく心があって、それが自己確実につながっていくんじゃないかなと。でこの中でですね、我々が道場で修練している中の一例をちょっと挙げますね。例えばこういうことはないですかということです。で、私自身こういうこともあるんですね、今までの中でも。で、私はまた大学生をこう指導している場でもありますし、でそういう中、また皆さんがいろいろ気づくこともあると思うんですね。で、例えば皆さん、技術はすごく素晴らしいですよね。で、技をかけてかからない、かかったってなった場合に、かからないっていうのがパッと即位出た時に、それお前が悪いんだとかね、お前粘いからだとか言ったら、自分自身の練習にならないんですね。向上にはまずはつながらないです。
うまくいかなかったら当然自分を見つめなきゃいけないです。そういうふうなことを修練の中で教えてくれるんですね。ああって何が悪いんだろうか、どこが悪いんだろうか、ね、あるいは相手がついてきた、ゴーンと当たってしまう、うまく受けたつもりだが当たってしまう、それ誰が悪いのか、自分が悪いんですよね。おかしいっていう話なんですね。で技をかけるとどうも思いっきり力ずくになってしまう、何かがおかしいなって。でそういうふうに、ね、今までの話の中でもありますよね。私自身が言ってる中で自分自身の感性に引っかかることがあるんですね。どうしても力ずくになる、何かがおかしい、足さばきはうまくいっていない、ね、この技術の修練って言ったら皆さん自分を見つめることから始まってくるんです ね, ね相手のことばっかり言ってた、あお前が突き方が悪いんだよとか、あ突きが早すぎるんだよとか言った、これだと自分の練習には絶対ならないし向上にも絶対つながりません。自分自身を向上するにはどうしても技がうまくかからなかい、うまくいかない、自分を見つめなきゃいけない、どこが悪いのか、何が悪いのか、ね、そうすることによって自分を見つめる機会があり、そして自分自身を変えなきゃいけないということが分かり、そしてここでね葛藤があるんですね。例えばこれ学生とか見てても分かるんですけどね、これはね学生だけの問題じゃないです、我々だって問題ありますよね。例えば後輩と、例えば演舞にしましょうか、演舞を組んでて、ね、後輩と1年下の後輩と組んで段位は同じ、例えば2段、よし2段の演舞、2段の資格の演舞を出るぞって2人組んでたら、どうも先輩である私が、ね、うまくいかなかった後輩の方が、先輩これこうの方がいいですよって言われた場合、なんかどうも素直にそれが聞けるのかどうか、うーんそりゃそうなんだけどクソって言って、でもうまくいかないまた、ね、この時にね相手に素直に、自分自身に素直になって相手の意見を聞いて、ね、素直にアドバイスに乗ってという、正直言ってここね自分との葛藤だと思うんですよ。この変な話ね、仲良く演舞を組んでたものの、この野郎偉そうなことを言いやがって、生意気なことを言いやがってって自分では分かってるんですよ、自分ではね。でもそういうふうな心の葛藤が出てくるんですね。これね実は道場では私自身思うのはね、会社でも、ね、ある社会でも、学校のね学校でも職場でも、なんかそんな葛藤の中でね、イラついたりとかすることだってあると思うんですね。道場の場が実は訓練の場になってるんですね。社会の訓練の場に、自分自身を変えていく場、ね、やはり自分自身が向上したいんだったら相手のことを素直になる、素直な心も作られてくるんです。自分を見つめる心も作られていくんです。これ道場ってすごいですよね。で自分が分かってくるんです。俺って頑固者だったんだなというのが分かってくるんですね。葛藤があり、でそして、ね、そこに自分自身が勝つ心を身につけて向上していく。でもちろんこっち側だけの問題じゃないんです。相手側の問題だってあるんですよ。例えば私が今度は後輩で先輩と、例えば演舞にしましょう、演舞が一番分かりやすいと思うんで、まあ技術修練ですね、やってて、でうまく先輩が言ってなかったらどうします皆さん、ね、言葉に気をつけるでしょ、相手に気を使うでしょ。でもまあ例えば大会ではいい成績を残したいのは皆さん誰だってあると思うんで、先輩にうまくやってもらうのは困るから、やっぱり先輩にちょっとこう、まあ、アドバイスというか言いますよね。先輩、多分言い方は考えるでしょ、気を使うでしょ。で人間後輩に対してもそうだと思いますよ、気を使うでしょ、まあ、特に先輩だったら言葉遣いも気を使う。で先輩これってあんまりあれなんですけどもって言いにくいことでも何か言わなければ向上してもらえる。でもその心はここですよ、相手にうまくなってもらいたいっていう気持ちがあるから相手にアドバイスするんですね。先輩、ね、言い方を気を使って言い方を変えるんですね。先輩ってこれこう僕はこう思うけどっていろいろ工夫するじゃないですか、相手に分かってもらおうと思い、相手に理解してもらおうと思い、ね、この気遣いがあり、でもね相手のためっていうのが必ずその心の中にあると、だから気を使い言うと、で これってすごいと思いません、ね、
これはね、私はね、例えば技術修練そのものが、あるいは演舞でもいいです、演舞修練そのものが、私は社会に役立つ自分作り、ね、相手もそうですし自分もそう、例えば死者側の自分もそうですし後者側の相手もそうです、ね、自分作りですね、自己作り、ね、社会に役立つ自己作りの訓練の場でもあるということなんです、この技術修練そのものが。でここをちょっとまとめますよ。修練、自己確立、こちらのことを私言ってます。まあ主者側のことですね、主者側の立場だったらそうなんです、ね、もう一つ力合不二、後者側ですよ、相手にうまくなってもらいたい、なんとかしてもら、なんとかなってもらいたい、うまくなってもらいたい、ね、気を使いながら相手のために何かしてあげよう、ね、やっていく、これはありますよ。その後者役は反対の主者役にもなります。立場がゴロッと変わるんですよ。お互いが修練し合うんですね。そして自己確立、自他共、自己確立と力合不二の精神を作りつつ、そして共に相手のことを思いつつ共に上達するという行という、自他共楽という、この行というものにまあたどり着いているというか、その方向に向かって練習しているということなんです。ですから皆さんが道場で、ね、2人で組手したり練習しているときには、自分自身、後者も主者である私もお互いが自己を見つめて自分作りをしているということなんですね。ここが本当に私はこう大事なことだと思うんですね。そして、ここで少しね、ここでちょっとまとめていきたいと思います。開祖は、半ばは自己の幸せを、半ばは人の幸せと、こういうふうに言いました。それと人を生かして我も生かされるという世の中を作りたいと、こういうことも言われているんですね。まさしく私は道場の場がこういう場を作る場であると、自分作りを作る場であると、そういうふうに思うんですね。人を生かすことを覚えて、そして周りが、ね、周りから我も生かされるという、そういう場を道場の中では訓練をしている、作ろうとしている、私自身はそう思うんですね。でここで、ね、一つまとめていくと、道場は社会で役立つ自分作りの訓練の場でもあると、こういうことですね。皆さんが、まあ、何気なく練習しているわけではもちろんないんですけども、でも皆さんが今道場で自分自身を見つめたり、あるいは人との関係の中で葛藤があったり、でもそれでもそれを乗り越えていく、ここにですね、実は道場での修練の大事さが私は感じ取れると、そういうふうに思ってますね。ですから皆さん、まあ極端な言い方しますよ、道場で、ね、練習で悩んだり苦しんだり、ね、それを突破すること、ね、それっていうのがひょっとして我々は一生の修行になっていくんじゃないかなと。苦しいっていうのはちょっと語弊かも分かんないですけども、ね、でもそれを乗り越えていく、自分を見つめていく、ね、お互いがそうやって上達していく、道場での修練が非常に私は社会の役立つ自分作りにつながっていると、そのように思っております。はい、皆さん、道場での練習しっかりと頑張ってください。いろんな悩みがあろうかと思い、ある人もいるかと思うんですが、それを我々は道場の中で乗り越えていく、社会に役立つ人間になっていく、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。はい、それでは今日は、道場という道の場の在り方、一つの見方として説明させてもらいました。はい、これで、終わります。はい、ありがとうございました。